皆さんこんにちは。ピアノ学習者レスナー向け講座パート4の3回目、定番ベートーベンピアノソナタの演奏法指導法に、主催は公益財団法人架橋芸術文化振興財団でお送りいたします。収録場所は北海道中札内文化創造センター、申し遅れましたが、私は講師の三谷恩です。よろしくお願いいたします。ここのピアノはファッツォーリの F278 フルコンのピアノです。共催はアーツスプレッド中札内村実行委員会、公園中札内村教育委員会、協力一般社団法人アーツスプレッドです。これまで第1回目は20番都庁長と19番の都短長、作品49-2と1、そして第2回目は25番都庁長括弧、作品79、これは園田隆弘先生の考えられた学習順、難易度順の学習順に沿って行われていますが、第3回目の本日は、ピアノソナタ第10番都庁長作品14-2をお送りします。毎回作品のお話に入る前に、ベートーベンについてのお話をいくつかさせていただいておりますが、今日は28歳の新選帝国マクシミリアン・フランツについてお話をいたします。マリア・テレージアの成功で、オーストリア皇帝ヨーゼフ2世の弟であるこのフランツは、1784年の4月から1801年まで、ボンの選帝校を務めました。兄の上からの革命を地方で実践しようとしました。上からの革命というのは、下の中にありますように、さまざまな農奴の解放令ですとか、検閲制度を緩和しようとか、そこに書いてあるようないろいろな、そういう社会を実現しようという、革命でした。経費節減にも着手し、何よりも学問教育の振興に積極的に取り組んで、ボン大学の、前身にあたるものを設立しました。そして音楽にも強い関心を持っていて、1778年劇場の設置に着手しました。ベートーベンは1770年生まれですから、ベートーベンが8歳の時ですね、に、劇場の設置に着手したということです。そしてこの、劇場にはオーケストラも備えられ、ベートーベンはまずビオラ奏者として採用されました。それからネーフェ、ピアノの先生であるベートーベンの師匠のネーフェのアシスタントとして、宮廷好きのオルガン奏者も兼務していました。そういうフランツ選帝校の築いているボンという、そうした環境でベートーベンは少年時代を過ごしたことになります。さて、当時のボンは、先ほどもお話ししましたように、従来の身分制度を超えた知的活動の自由を推進していた、これはとても重要な点になると思います。ボンの大学創設は1788年、公立総合大学としては1818年ということになりますが、この時期、1789年は隣のフランスで、フランス革命が起きていると、そういう、激動の時代でもあったわけです。当時ドイツでは一種の秘密結社であるイルミナーティが、各地に創設されていて、教会の権力に啓蒙的理性を持って対抗すると、そういった社会的な動きがありました。この集まりは、自由平等友愛、フリーメイソン系の知識人の集まりでありまして、ベートーベンの師匠であるネーフェもその指導者の一人でした。このイルミナーティは、弾圧を逃れるため、読書クラブとして開催し、ベートーベンは、このクラブのメンバーと盛んに交流をしたわけですが、
1787年、当時読書クラブに改装した時は100人ほどのメンバーがいたということで、ボンの町の規模から考えますと、かなり多くの人がこの会に入っていたということになると思います。この10代後半のベートーベンはボン大学の教授ら読書会のメンバーのたまり場であるゼーヤガルテンというレストランで過ごしたと、まあ、こういうところに、盛んに出かけていって、まあ、こうした知識人と自由な考えを持ったさまざまな人と交流を持ったということは後のベートーベンに大きな影響を与えたと考えても不思議ではありません。メンバーの中心人物の一人のシュナイダーは、人間の真の価値は生まれの良さ以上のものである、真の好奇性は精神の偉大さと心の善良さによってのみ達成されると言いましたが、この言葉にベートーベンは強く共感をしたようです。毎回キーワードトピックとして、まあ、学理的なことに、学点的なことについてもお話をしていますが、まあ、今日は、簡単に腸、まあ、腸性の関係性について、お話をいたします。そなたというのは一定の時間を10分、20分、30分、長いものでは45分、50分というものもありますけれども、そうした長い曲を構築する上で、この腸の関係というのをしっかりと理解していくということは大切なことです。この調整が確立する以前は、まあ、教会旋法、まあ、旋法といわれるものに基づいて音楽が作られていたわけですけれども、この古典派の時代に、まあ、調整音楽というのは確立しました。主たる調子、が主調、それから、次に重要なといいますか、とても重要なのが属調、5番目の音階の主調の音階の5番目の音からスタートする調子ですね。それから、平行調、主調と同じ調子記号を持つ調、単調、調調と単調の関係を平行調といいますが、それから前回お話ししました同主調、同じ音から始まる波長調と波短調、都長調と都短調のように同じ音から始まる長調短調の関係、まあ、この他に家族調というものとかありますけれども、まあ、主調、属調、平行調、同主調というのをまず、しっかり頭に入れながら曲を見ていくと、おおよその形というものが見えてきます。今日は腸の関係性について簡単にお話をいたしました。さて続きまして、表現とかテクニックに関することで、今日はベートーベン自身の奏法表現法が どのようなものであったのかということを、チェルニー、ベートーベンの生徒でありますチェルニーやモシェレス、それから晩年秘書を務めましたシントラーなどの証言からいくつか抜粋してみました。窮屈な感じを与えない拍子テンポ、ベートーベンは即興演奏の名手としても有名でしたが、このとかく私たちは古典派というと、まあ、メトロノーム通りに弾くなんていう、少しこう固定観念を持っていたりすることもあるわけですけれども、非常に自由なテンポ拍子感を持って弾いていたようです。主題その他の要求に従った自然なテンポルバート、一部の作品では厳格なテンポを検知する、中には朗読のような演奏であるという言い方もあります。あるいは対話をしているような、あるいは、次の旋律を穏やかに導き入れる用意、まあ、これはちょっとしたリタルダンドとか、まあ、を表していると思いますが、それから柔らかな滑るようなタッチ、これはベートーベンが当時、イギリス式アクションとウィーン式アクションと、ピアノの鍵盤の、タッチの感じが大きく分けて2つあったわけですけど、その柔らかな軽い方のウィーン式のタッチを
好んでいたという証言もありますが、鍵盤をこう撫でるような感じで弾いていたというさまざまな証言があります。それから生き生きとした色彩、融和された色彩なんていう言葉も出てきます。喜ばしい表情とか、そういう言葉も見られます。それから各小節の第一音を実際の音階より長く伸ばして強調した、最初の音を少し長く弾いたという記録もありますが、これはまあバロック時代の奏法、バロック時代はまあ鍵盤楽器としてはチェンバロが主流だったわけですけれども、強弱がつかない楽器においては音の長い短いで表現、特にアクセントをしたいときには音を伸ばすというような奏法がありましたが、そこからつながっているのではないかというふうにも考えられますが、こういう証言もあります。まあ、這うような手の動きなんていうのも、先ほどの柔らかな滑るようなタッチなんていうことにもつながってくると思います。さまざまなベートーベンの記録を読んでいる中で、表現方法、奏法に関する言葉、今後も、いろいろご紹介してきたいと思いますけれども、本日いくつか抜粋してご紹介しました。さて、本日の第10番のお話にここから入らせていただきます。出版は1799年の12月、残念ながら自筆譜は消失してしまっております。作曲したのも同じ年ではないかというふうに考えられています。3つの楽章からできています。まあ、3つの楽章からできている時代、まあ、標準的な楽章数、まあ4つ3つというのは標準的な楽章数ということですが、1楽章はアレグロで徒長調4分の2拍子でソナタ形式で書かれています。第2楽章、アンダンテで8長調2分の2拍子で、これは変奏曲の形式で書かれています。12番のソナタとか、晩年のソナタ、変奏曲で、書かれているソナタはこのあと登場しますが、ソナタ32曲のソナタの中では、で変奏曲を用いられたものとしてはこの10番作品14の2が初めてということになります。第3楽章はスケルツォです。まあ、ロンド形式で書かれていますので、まあ、ロンドとも言えますが、アレグロアッサイ8分の3拍子です。まあ、通常は、スケルツォは楽章があった後に4楽章が来て、まあ、ロンド形式の4楽章などが来て、4楽章形式の作品の中の第3楽章にスケルツォが置かれる、あるいはここにメネットが置かれることもありますけれども、でもこのベートーベンは、新しい考えとして3楽章のスケルツォを少し充実させた上で3楽章で終わるという、これも、新しい試みとして注目すべき点だと思います。以上が、まあ、10番の楽章構成とその概略ですけれども、では、いよいよ具体的に音を出しながら1楽章からお話をさせていただきます。まず第一主題は、こうした美しいメロディーですけれども、少し細かく見ていきたいと思います。左手は一度の和音、最初の4小節は一度の和音、四度の和音、そして後半は頭に16分9符があって、そして毎回違う音が置かれています。さてメロディーですけれども、最初にピアノのところに丸をつけて取ると書いてありますけれども、このよく見るとこの変例版にはカッコがついてピアノとなっています。でもう一方、こちらの目の前にあるベーレンライターの方には何も書いていませんけれども、カッコがついてピアノということはベートーベン自身の残した楽譜には書いていないけれども、後で編集者が補ったという意味です。ベートーベンの強さについて、
フォルテ、フォルティッシモ、ピアノ、ピアニッシモがもう 90% 以上で、ごくまれに、メゾフォルテ、という記号が2番と、それから101以降に出てきますけれども、そんな中にあって、とても大切なことなんですけれども、普通の強さに対してベートーベンは強弱記号をつけなかったのではないかっていうふうに、考えることができます。この曲は、フォルテでもないしピアノでもないし、まさに普通の強さ、リラックスした雰囲気で始めるのが良いのではないかというふうに、考えられます。なぜ、編集者はここに、カッコでピアノとつけたかと言いますと、後で見ますけれども、再現部のところが、で同じメロディーが出てくるときにピアノでスタートするので、前半もそうではないかということでつけたんだと考えられますが、私はここは普通の強さで弾くという解釈をしたいと思います。さて、それで最初のモチーフ動機を細かく見てみますと、都庁長、この曲の主音であるその前にアーフタクトとしてこの都庁長の続音からスタートします。これが大きな流れなんですけど、その途中で、この丸で囲った音は次の音に対する非和声音、ですので、続音から主音っていう意識とともに、この非和声音から和声音っていう、この2つのことを意識しながら、強さ、長さに微妙な変化をつけて、これを均等に弾くと、味気のないものになってしまいますが、そうした続音、非和声音っていったもの、あと、レガートと、リガートと書かれている文字、スラなどを参考に、弾かれると良いと思います。そしてで、ここで一気に音が上がって、10度跳躍して、で基本的には音階でずっと下がってくるんですけれども、ここに異音が入っていますので、そこに全打音がついています。ですので全打音をと異音を意識して、弾くことと、それからシンコペーションのリズム、それからこの跳躍ですね、6度とか7度下がるとか、6度下がるとか9度下がる、ということを意識して丁寧に弾くといいと思います。ベートーベンの伝記を初めて書いた晩年の秘書のシントラーがこの曲をどういうふうに弾いたかという記録を残しており、それの信憑性はともかくとして、この最後のところではリタルダンドをして弾いていたという記録も残っております。さて、第一主題の説明を少し丁寧にしましたが、そして、今度は第二主題に移り変わっていく部分に入りますが、ここで一つお話ししておきたいのは、最後に丸をつけている 5-3 に矢印が、上向き下向きとついていますが、このトリルをどういうふうに入れるかということで、その音からスタートするか上の音からスタートするか、でこの変例版には 5-3-5-3 からスタートするということで上から入れましょうと、ですがこの変例版の電子版の楽譜には指使いが何種類かボタン一つで表示できるようになっており、それを見ると下から入れる指使いと上から入れる指使い両方載っております。なんで、人によって意見が分かれていることが伺えますが、私はここは穏やかな感じなので、その音からアクセントを少し強調したい場合は非和声音で上の音から入れると、
これはまあ演奏者の考えに基づいて選択されるといいと思います。さて、そしてその次ですね、ずっとそこのところに青い横棒をつけておりますが、まあ、いずれも日和瀬音につけております。その音にちょっと気持ちを込めて弾いていただきたいということで印をつけました。そしてにピアノに丸をつけたのは、出だしがまあ普通の強さで出たとすると、この曲において初めて出現するピアノがここであるということで、ピアノをに丸をつけました。ここからクレッシェンドが始まり、左手は和音がどんどん移り変わっていきますが、右手の異音と左手の和音の種類も、単三和音の響きなんていうのも意識して丁寧に、一つと一つの和音の違いを聞き手に届けるように弾いてください。そしてで、ここでスイートピアノになります。この時には波線がついているのは少しタイミングが必要ではないかということでつけました。そして下に丸がついているのは、次の第二主題のデドアに行くための準備として、ラの音はずっとバスに続きます。これを意識して弾いてください。そして右手は、そこにアクセントをつけたのは、先ほどもお話ししましたシントラーの伝記のところに、このベートーベンが演奏している風景で、このアクセントをつけたときにベートーベンはアクセントをつけて弾いていたという記録があるので、参考までにつけてみました。こういうような感じで弾いていたのかもしれません。さあ、そしてこの部分を通り過ぎて、でいよいよ第2主題になります。で俗称の第2主題に入っていきますが、テンポは、少し第1弾にゆったりしたものから生き生きとしたテンポに、変わってもいいと思います。そして左手は、この右手のメロディーをプッシュするような形で、オクターブ、どんどん上行していく、まあ、ユニークな伴奏ですね。まあ、この左手にもそうしたこの第2弾の性格、喜び、元気の良さっていうのを表現してほしいです。そしてこのところに、少し丸で囲んだのは、このところで、まあ、4小節でフレーズは閉じますけれども、完全に閉じてしまうとこの第2主題が2つに分かれてしまうので、閉じるのは最後の8小節目で閉じるようにということで、クレッシェンドとデクレッシェンドの記号をつけました。そして第2主題が終わって、今度は定時分の締めくくりの部分となるわけですけれども、まあ後半で、まあ最後は、まあ、ハーモニーが変わる、こういった味わいも感じて演奏してください。そしてそれが1オクターブ上に上がり、ここでもカッコに丸をつけておきましたけれども、1回目にクレッシェンド、デクレッシェンドがあり、まあこれはまあベートーベンが忘れたのではないかということでついているわけですけれども、まあこれは次のクレッシェンドを効果的に見せるためにもしない方法もあると思います。そしてまあ32分音符の部分があり、この左手の和音、これも右手が難しいので右手に意識が行きがちですけど、この左手をしっかりとこの原始の和音を味わって、そしてこの明るい輝かしい部分に到達します。でここに波線がついているのは、まあ、やはり先ほどのお話したシントラーの記録に、ここでゆっくりしたとかいう記録があるので、そこに参考までに書きました。
ベートーベンのソナタは、第一主題、第二主題、以外にも美しいメロディー、よくですから第三主題とか第四主題という言い方で分析する方もいますけれども、これも一つととても綺麗なメロディーですね。でドルチェで弾いてほしいと書いてあります。でそのドルチェで弾いてほしいっていうのをじゃあどういうふうに表現するかという、その一例で、そこの後半の3つの音に対してそういうような表情を感じる方法もあるかもしれませんので書いてみました。そしてその段の最後に、単位のところにも括弧をつけましたけれども、これは実質譜が失われているので初版しかないので何とも言えませんけれども、ベーレンライターの方にはそこの単位はないので括弧をつけました。そして休符はペダルで潰さないように生かしてください。これも1回目にはクレッシェンド・デクレッシェンドがなくて2回目の方にあることに注目しましょう。そしてクレッシェンドしてパッとスビットピアノになる、このスビットピアノにした時の最初の音の響きも綺麗なピアノの響き、よくスビートピアノにしすぎてしまって響きが足りない例がありますけれども、時間をとって綺麗な響きを鳴らすように心がけてください。そして、提示部が終わります。そして、次にあそこに印を書きませんでしたが、この左手のところをベーレンライターはタイがありません。タイがある譜面とない譜面があります。さあ次に展開部です。展開部は最初のが同じ音からスタートしますが、と単調になります。演奏法の基本は最初第一題でお話しした、通りですけど、何といってもとにかく単調になったということ、それからここではピアノと書かれていること、この2つに注目してください。でピアので始まった展開部ですけれども、ピアニッシモが出てきます。ムナコルダを使用してもいいと思います。で最後の音に点がついています。この時代の点はスタッカートという意味だけではなくて、テヌートとかアクセントとかいろいろな意味がありましたけど、大切に弾いてくださいというふうに解釈するといいと思います。それから左手の和音でこういう響きが出てくるので、これも感じて、で暗かったメロディーが今度は第二主題がこの展開部で出てきます。この第二主題、提示部で出てきた時は強弱がついていませんでしたが、ここではピアノです。可愛らしく生き生きと、そしてデクレッシェンドがあってピアニッシモが出てきます。このベートーベン特有のこの驚かすような場面ですけれども、みんなを引きつけておいて突然のフォルテですね。デクレッシェンドのところでピアニッシモに入る前に少しテンポが緩む方法もあるかもしれませんね。でここのところは左手にその第一体が出てくるので、やはり弾くときはレガート、それから同じような表情をつけ、そしてハーモニー的には今度次のハーモニーに向かっていってほしいので、クレッシェンドの記号を書きました。
そして同じ形でいろいろ展開部特有のことですけど、転調して同じことが繰り返され、ちょっと強調したらいいと思うところに赤い線を描きました。そしてのベートーベンは、リタルザンドとかいう言葉を晩年の作品のように書き入れませんでしたが、このところは当然収まるようにテンポを緩めてもいいと私は考えます。そしてここでピアノが書いてあって、でその次は必ずしもピアノの続きだからピアノで弾くというふうに考えなくてもいいと思います。ここで注目してほしいのは、この当時ベートーベンが持っていたピアノの最高音が F であるということですね。だから今のピアノで言えばこの一番隅っこの音を弾いている、そうした感覚で、聞いていただきたいと思います。そしてその最後の部分スラーに、を取り消す印をつけましたのは、こちらのベーレンライターの方には、そこのところは点線で、書いてあります。ですので、まあ、初版にはここにはスラーが書かれていなかったということがわかるんですけれども、おそらくこうクレッシェンドしてきて、もうそのスラーの記号は、必要がないと思ってベートーベンが書き入れなかったという解釈も十分に成り立ちます。そしてこの、左手のところにスフォルツァンドがレの音についていますが、これは、都庁長サイゲームの都庁に戻る伏線としてついています。そしてそれからこの原七堂が、まあ両手の間に生じるような、でしかも1小節の間に32分音符がいっぱいぎっしりと詰まった、ここは非常に緊張感がある場所として演奏してください。さあそしてその32分音符がずっと続きまして、デクレッシェンドでピアニッシモです。これは第一代から取られていますので微妙ですけど、この非和声音と和声音の動きを感じて弾いてください。そしてこの部分にはクレッシェンドが書かれている版が多くありますが、ベートーベンの最初のところには版にはそれは書かれていません。まあ当然書かれていないからしないということではなくて、初期のベートーベンはさっきもお話ししましたように、当然のことを書かないという場合もありましたので、クレッシェンドしてそのフォルテに至っても構いませんし、エネルギーをため込んで、突然のフォルテと演奏するエネルギーをためてそこで爆発させる方法もあると思います。そして普通でしたらフォルテって書いたままそのまま弾き進めても、まあ、普通でしたらというか、ところがこの単音の右手にフォルティッシモと書き入れて、最後にスフォルツァンドまで書いています。それはぜひ、注目してそのように演奏して、そして再現部で懐かしい感じで第一主題が再現するわけです。そして次に第二主題に移り変わる部分ですけど、ここにも微妙な違いがあります。第1主題が終わりまして、ここまで同じです。でその次の音
上に、丸がついているのはですね、このスラーが、ベートーベン自身が書かれたスラーではないんですね。ここは点しかありません。それで、それはもしかして忘れたのかもしれませんが、私はそれは積極的にスラーがなかったと考えてですね、でその次のこのピアニッシモを生かすための準備であるというふうに考えて演奏しています。それで、その次はスラーが書いてありますね。で次は同じように、前半と同じように進んでいって、で、都庁長の第二次第再現部でこの曲の調子に戻ってくるわけです。さあそして、次のページに参ります。ここは、両方にクレッシェンド・デクレッシェンドが書いてありますね。そしてここもフォルテは1回目にはなくて2回目に書いてあるという微妙な違いはあります。そしてこういった微妙な違いっていうのを統一してしまうか、あるいは統一しないであえて違えて弾くかというところで、私はベートーベンの即興演奏を得意としたベートーベン、それから、楽譜の表現に対する指示を非常にきめ細かく行っていたという、弟子チェルニーなどの弟子の証言などから考えると、この変化をつけるためにあえて、1回目と違って多強弱を置いたんじゃないかというふうに考えたいと思っています。さあそしてその先ドルチェのところが来まして、少し長いスラが、ついていることもちょっと注目したいと思いますし、左手の最後の3段目ですね、この続音のところはスラがありません。こうした細かいところもよく見てください。そして最後の最後ですね。ベートーベンはリンフォルザンドとスフォルザンドを書き分けていますけれども、リンフォルザンドの時の方が、少し時間がそう表現にかかるような気がしますが、いかがでしょうか。左手のフィ同音ですね、これは長い間フィスが残って、それがここで解決します。というのが一楽章の説明です。続いて第二楽章をお話しいたします。第二楽章は主題と3つの変奏からできています。まず主題はこの続いていくんですけれども、まず1ページ目、赤い丸が点につけてありますけれども、ベーレンライターの方、つまり初版譜を参考にして作られている方を見てみますと、点がある音と、ない音とあります。
1段目は全部あるんですけれども、2段目の、この辺りはずっと点が、でここからまた点が記入されています。でこれをシンプルに全部点をつけて弾いても一向に構わないと思いますが、この辺は少し大切に弾いて最後のところで、ベートーベンがピアノと点を、改めて書き入れたっていうことを感じて今のように弾くのもいいと思います。最初のところの2小節目ですね、ここに、これは、すいません、両方とも変例版もベーレンライターも点があります。ただここはちょっと大切に扱った方がいいのではないかという意味で丸がつけてあります。さて、その繰り返しの後、次のページに参ります。そこも同じような理由で、点があるないということが書いてあります。ここは後半は繰り返されますが、さて、そしてこれが第一バリエーション。第一楽章、主題は、非常にスタッカート中心の切れたメロディーが、バリエーション1ではセンプレリガート、レガートですね。という非常に綺麗なメロディーが出てきます。この主題、いくつかのバリエーションではここでピアノになる、あるいはそういう版もありますけど、ここではそこにピアノが書かれていないということをしっかりと意識してください。クレッシェンドがどこに書いてあってどこまでするか、それからピアノがどこの位置にあるかということをしっかりと見極めながら、それぞれピアノにするタイミングですね。あるいはピアノの音を出そうと思う準備の時間っていうのはどのくらいあったらいいかということも考えながら演奏してください。そして次のページですね。今のバリエーションの最後、このそれぞれ締めくくる最後のところ、ここではクレッシェンドって書いてあるのは実は後で説明しますが、ここの場所が、ここの場所が、同じ箇所がデクレッシェンドになっている場所もあるので、バリエーションごとに注意深く強弱を見てほしいということで、ここではクレッシェンドが書いてありますよと書きました。さあ、それからバリエーションの2は、生き生きとしたちょっとユーモアがある、バリエーションになっています。そして、この8分音符であるというのは、2段目に丸が しましたのは前のページですから、楽譜をご覧の方は
前に出てきた時は四分音符だったんですけど、ここは八分音符ですということで書いてありますから、楽譜をよく後で見てみてください。さあ、そして先ほどお話した場所ですね、さっきはこの場所はクレッシェンドでしたけれども、このバリエーションにおいてはデクレッシェンドになっています。そしてこのバリエーションの後には4小節のつなぎの部分が、こういう4小節があるというのは、素晴らしいですね。この何か次のバリエーションを期待させてくれます。そして最後のバリエーション3は、16分音符が出てきて、次のページに参ります。クレッシェンドしてリンフォルザント、クレッシェンドしてリンフォルザントというのが出てきて、ずっとスラーが右手にも左手もついております。で、例えば、今のページでここにピアノが書いてあって、そして2段目の頭にピアノが書いてあります。これで改めてピアノを意識してほしいということですけど、裏返すと、のところはピアノよりも少し大きくベートーベンを感じて弾いていたとも、想像できます。でバスが2分音符で、ここだけ2分音符が書かれています。そしてで、ここでもデクレッシェンドですね。で、ここにはスラーが書いてありません。それまではスラーのタッチで、ここは点がベレライターではありません。で、ピアニッシモが2回書かれていて、そして、フォルティッシモで驚かすように終わる、こうした、まあ、とても面白い、2楽章です。以上が2楽章の説明になります。バリエーションごとの違いというものを、考え、バリエーションごとに少し、テンポが変わっていくということも、バリエーションの特徴が際立っていいのではないかと思います。さて、続きまして第3楽章、この曲はスケルツォと頭に書いてありますが、3楽章、終楽章になります。これもやはり、最初のところにカッコピアノと書いてありますけれども、これはカッコがついているのでベートーベン自身がつけたピアノではないということですね。こちらのベーレンライター社には強弱はついておりません。まずここまでが最初の、まあ、ロンドの A の部分になります。そして、ページをまたぎますが、という、B の部分が、ごめんなさい、すみません、めくりのところで、フォルテピアノ、フォルテピアノというこの B の部分が入って、そしてまたこの A の主題が出てきますけれども、アレグロアッサイ、まあ、8分の3拍子、で、細かく 1,2,3,1,2,3 を感じながらも1小節を1つに、感じつつ弾いていくということになります。ずっと同じ、A の主題があって、今度は
という A の主題の後に、ソから始まる音階が、続くソシレソ、ソシレファが出てくる場所がありますけれども、実はこれは次の波長調に行きたい、まあ、それの伏線になるので、ソの音に丸をつけましたが、ソを意識してそれからファの音にソウル残音がついているのも見落とさないようにしましょう。そしてでこのレを弾いてから、ここにベートーベンはデクレッシェンドと書いてあります。弾いた後のデクレッシェンド、ピアノはまあ自然に音は小さくなってきますけれども、この、ディスを弾きながら音が減衰していくのをよく聞く、まあ、必然的に少し長くなると思いますが、そしてその頭の音はピアノドルチェ、ドルチェということも書いてありますので、その次の音はピアノでドルチェで弾いてください。さあそして、その今弾くこのここは、ロンドン形式で言えば ABAC という部分になりますけれども、スケルツォのことで ABA と大きな流れで考えますと、こうスケルツォやメネットでいうトリオの部分になります。したがって多くのスケルツォメネットの B の部分というのは、テンポを変化させて弾くことも多いですけれども、ここも少し気分をこのっていうものから、開いてこういうところにスラーなんかも書いてありますけれども、ゆったりとした気分で雰囲気を変えて弾いていただきたいと思います。次のページをご覧いただくと、左手にもスラーが書いてあるので、レガートで歌うように弾いてください。そして、後半のところはベーレンライター社の楽譜では小さくなったところにはこうスラーが書かれていません。ですからそのスラをちょっと意識せずに弾くといいかもしれません。で、なんと1小節ですけどピアニッシモが登場します。そしてまたピアノドルの部分が出てきます。さて、そして、その部分が終わりまして、つなぎの部分があり、また最初の主題が戻ってまいります。で、この A の部分の最後ですけれども、今度はさっきは1回目の時はソラシドレミファとソから始まりましたけど、今度はレの音から、これはレからレの音が強調されて、この曲の主調である途長調に戻りたいからですね。レの音がこういうイメージを聞き手に与えといて、そしてえ主調に戻ると思うんですが、実は違うところに行くわけですね。ピアニッシモで、
で、ここで初めて、高田都庁長に行くんです。だからすぐに、レの音をいっぱい聞かせてすぐソに行くこともできるんですけど、ベートーベンはそこでいわばじらすわけですね。で、ピアニッシモで印象的なメロディーを入れています。そして、コーダ、次のページに行きますけど、フォルティッシモまで行きますね。同じことが、ちょっと右手と左手を入れ替わって、2拍目にスフォルツァのドンドン、そして今度はピアノからスタートです。で、ここにピアノの位置と書いたのは班によって、このヘンレバはここまでがフォルティッシモで、ここからピアノですけど、ベーレンライターは、まあ、これはどちらか判断で選ばれるといいと思いますが、私はまあここまでが、この音からで演奏しております。そしてもうこの曲の主音であるその音に入り、ずっとソが、ということで、あっさりと終わるんですが、この最後に点がつけてあるのもですね、実は、これも、初版譜では点はないのです、ない方がいいんじゃないかなというふうに思います。少し大切に弾くといいかもしれません。とても印象的な終わり方です。以上が三楽章の説明になりますが、スケルッツォの雰囲気を感じながら、一方でロンド形式も意識しながら場面場面の表現を考えて演奏すると。で、細かい楽譜、スフォルツァンドのこととか、あるいは一瞬ですけどピアニッシモとかフォルティッシモがわずか一小節、ほんの一瞬ですけれども出てくるといったことに注意を払って演奏していただければと思います。以上で、本日の、お話を終わりたいと思いますが、今日は、ピアノソナタの第10番、作品 14-2、最初に、当時のボンの棋風などについてお話ししました。それから、腸の関係性についてなどもお話しいたしました。次回第4回はピアノソナタ第9番補聴調作品 14-1 についてお話しいたします。今日はありがとうございました。